ラフィドモは不透毛植物門に属する単細胞層類の一群である。分類上はラフィドモズナとして扱われる。独立栄養生物であり、光合成補助色素の蘇生により、炭水酸の種では緑色、海産の種の多くでは褐色に見える。二十種に満たない小さな分類群であるが、赤潮の原因種を含み人類にとって重要な生物群である。かつては、 シ、ミ緑弁イ虫、緑色弁ウ虫などと呼ばれていたが、クロロモナス族を、はじめ緑色の弁ム虫の大多数はここには属さない。ヘテロシグマアカシオの構造。表層に多数の葉緑体がある。30から100マイクロメートル程度の比較的大きな単細胞層類。他の不当ウモと同様、全弁ウと五弁ウの2本の弁ウを持ち、全弁ウには感情焦げがある。 弁毛はいずれも長いが、推進力を生んでいるのは、進行方向に向かって伸びる全弁毛である。細胞壁やリンペンなどの細胞外皮を持たず、細胞膜が露出しているため形態が変化しやすい。目点はない。細胞の表層には、多数の円盤型の葉緑体がある。構想の二次矯正に由来し、良いの膜に囲まれているが、災害膜と角膜との連絡は稀にしか認められない。 内部にピレノイドが存在する種もある。光合成色素としては、クロロフィル A、C1、C2 が含まれる。補助色素として、キサントフィルルヨが有するが、生活環境によって色素が異なり、その結果色調も異なる。炭水酸の種では、ボーケリアキサンチンやヘテロキサンチンなどで、見た目は緑色となる。一方、海産の種では、若干の例外を除けば、 フコキサンチンとビオラキサンチンを含有し、高褐色を呈する。その他、細胞膜の直下には、トリコシストやムコシストが存在する場合がある。また微細な脂質の下流が散在する種もあり、これは4酸化オスミウムで酵素めされるため、透過型電子顕微鏡で確認できる。光合成により、独立栄養生活を送るが、種によっては混合栄養が可能とされている。 多くはプランクトンだが、砂地で訂正生活を営む種も知られている。海産種は沿岸域に多く、炭水産の種は沼地のような弱酸性環境でよく見出される。いずれの場合にも日周延直移動を行うことが知られており、夜間は無機塩類が豊富な深層におり、日中は光の当たる表層に移動する。生殖は通常無症生殖により、 単純なに分裂を繰り返して増殖する。有性生殖に関してはよくわかっていない。シャットネラなどは計算室の壁を持つドーム型のシストを器物の表面に形成し、この状態で年単位の休眠が可能である。そのため、シストの動態監視は赤潮の発生予測において重要な意味を持っている。従来、海産種と炭水産種と音が、目、 またはこうのレベルで別の分類群に分ける分類体系が提唱されてきたがこうした体系では海水産の分類群が側系統となり生物の系統を反映できないここでは分子系統解析に基づき一目一か八族とした山口らの分類体系を示す分子系統解析によるとファイブローキャプス差が最も祖先に近い位置から分岐しており ラフィドモの祖先は、高褐色の解散プランクトンであったことが想定される。炭水酸三族は炭系統で解散種から一度だけ進化したものである。また砂地で、定性生活を営む二族は独立に、その生活様式を獲得しており、強光条件への適用として修練的に、補助色素の蘇生を変化させたものと考えられる。なおアラスソディスカスも、 ラフィドモに含めることが多いが、微細構造に異なる特徴を持っており、分子系統解析でも、ラフィドモでないことが示唆されている。シャットネラ、ヘテロシグマ、ファイブローキャプスサは赤潮の原因種となり、養殖産業に対して、重大な経済被害を与えることがある。ありがとうございます。